よろしくお願いいたします。うるさい、どいてー。はい、まあ、スノーマンの中でイケメンと言われてる人たち4人が座ってます。はい、まあ、どうした、うん、頑張ってこうやって喋ってるところがイケメンじゃないですか。それを見つけたメメもイケメンだから。それを見つけるともイケメンだから。お前待て待て、うわ膝立ちかっこよいでもその間なんだよな、打つって感じとかはめっちゃ多いわけよ。でも多分この中に俺以外に打つって書けない。お前さやったら、もうやったら、お前さ、今、考えたら、やめろよ、それでもっとこうやってやってんだろ、お前、やめろよ、そんなことない、じゃあ、こうやって、ボールからって、分かんない、ブラックだったじゃん。勝利、俺より小さいよね。どうだ100お70。お前さ、いや嘘だって。最悪じゃん、嘘だよ。最悪じゃん、最悪だ。いややばい。ねえちょっと待って、ねえちょっと待って、一応に分かるんだよね。勝利、自分よりも背が小さいと思ってすいませんでした。トークでのライスの食べ方、深澤をですね、というかこう、こっちにつけて口に運ぶというやり方ですね。私、向井さんも一緒、一緒、はい、僕もあれですね、フォークの裏です。そうなの。俺違ったわ、まあ、普通の表側ね、はいはいはい、そう、にのっけて食べようとして、はいはい、なるほど。普段からよくやる、まあ、嘘だ、常識っちゃ常識だよ。いや、阿部君、それはワンパク食べだよ。これ知らんじゃったら、もうこれからフォーク持つ資格あんのかな。ちょっと、まあ、それが見ようか。背に乗せるのは NG、 フォークの腹に乗せて食べるのが正しいマナー。そうなんですよ。ダメじゃねえか、お前ら。こんにちは。はい、今日も長い、すごい厚みのある拍手。やめろ、好きな朝食を、玉丼を決定戦でございます。もしかしてだけど、はい、うむってこと違うな。違う。あ、なんだろう、ニワトリ川さん、今回YouTube 川さん、ガチで YouTube 川さん、YouTube さん側軽いよ、これぐらい。これあれでしょ。どうぞ。おっ、一緒だ、おっ、一緒だ。じゃあ、合ってる。じゃあ、はい、正解は正解は、ラバーカップ。ラバーカップ、小学校で言ったから、ラバーカップ持ってきて。言ってない。すっぽんやん。一回じゃあ、この顔やって。違うな。違うな。何人称なの、この顔見て。目回ってこいだよ、お前。ミスでしょ、お前。上手。なんで上手。なんで最後から下に似てる。ダークホースが現れる。いや、これは似てるわ。テンガーマッチ。おお、なるほどな。そっちの開き方だよね、口。怖い、ずくな。待ってたところ、ちょっとメメロ君が小言で一個喋ったんですけど、なんすか。いや、俺オープニングからめっちゃ笑い取ってるって。ここで、ここで、さすが喋ってた。多分だけど、今と俺が違う。いやすごい、客観視がすごい、すっごい自信いさ。早起きしたな、何時起き。うわ、いらまし、あ、光るのでしょ。これぐらいだろう。岩本さん以外がオープンですね。いきますよ、せーの、ででん、5時。ほら、5時。ちょっと待って、ないないない、同じ東京。東京俺はない。あるよね。俺もない。お願いします。6時40分。個性出しちゃった。お前らに俺は理解できないぜ。お前は理解できない。それはない。大
対して次回の挨拶の言葉をテーマに騙し合いをしていただきたいと思います。だ俺騙すのか。いや騙し合いですよ。マジかよ。いやもうチェンジさんずっとうるせえな。そやー頭が悪いでしょ。配置が悪い。配置が悪い。ラツさんが一番来ましたよ。阿部の声はねそこら辺で落ちる。マジでしてる。伊達様から順番に挨拶をお願いします。ようなポットちょっと待ってヨーナポットチームだけど、うん、マジもう一回言って、もう一回言って。ヨーナポットヨーナポット。ビバミナ張り切る SBK